大学のスタートは激ポシャリしたね。あ、じゃあ 1,2 年はまあそれのせいもあって棒に振ったと。そう、130教わっていくうちにおかしくなってでもまあ大学で4年間ありますからね。うん、でまあ3回の時に結果出したんで、まあ、4回は野球やりながら就活って感じですよね。そうやね、うん、でまあある程度企業も目つけてくれて話いただいてたんですけど、今度また4回でアルバイトとか、うん、おそっち系なんかまあ遊んだりお酒飲みに行ったりするじゃないですか。する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 、まあ、それが大学生やからな、ね、それでまあ野球をおろそかにじゃあ4回でまあそうちょっと遊びに走ってしまい、うん、まあ、そこのきっかけは聞きませんけど遊びに走ってしまって、まあちょっとね野球の実力も落ちてしまった、うん、就職はってなるじゃないですか、うん、ね、ああそうやね。どういう選びで経緯でというか、教員になりたいと思ってたから、まあ教員採用試験受けます。で走にも棒にもかからない。それさ遊びに走ったから受からなかったんじゃん。まあまあ、 あの勉強してないっていうこともあったけどね。あ、勉強せずぶっつけ本番でいったの。もうあのそりゃ無理よ、そりゃ無理。めちゃくちゃ賢いやつら勉強して落ちるか落ちひんかぐらいのレベルやからな。そうそう、なるほど。ではもう野球でどうしようかっていう時に、はいはい、もう3回の時から声かけていただいてたチームが今の大和高田クラブ。大和高田クラブ、はい、なるほど。大和高田クラブというのはどんなチームなんですか。どういう部類なの。企業チーム。じゃあクラブチームになりますね。クラブチームになるんや。クラブチーム登録。なるほど。大体何人ぐらい出るんですかみんなで。今は35名。それって多いよな。多いね。35名の方はみんな一緒の社業をしてるんですか。ああそうそうそう、みんな社員ってことですね。ガス会社が一応母体。奈良県のガス会社。奈良県の大和ガスっていう。大和ガス、ガス会社が、すごいね。え、まあそこに就職できた。就職して、え、そのでも就職した時ってもしかしたらこの時じゃないの、ポシャッと散らかしてる時。ああ、もちろんもちろん。え、じゃあ130山本やったってこと。ああ、130後半ぐらい山本え、今はどれぐらいなんですか。今は41ぐらいかな。ああ、まあまあ4、大学の出て41ぐらいかな。なるほどね。え、今投げてんの試合で。今投げてる。がっつり、え、エースなんですか今。はい、こちらタバタブラザーズオーダースーツでございます。今年の秋冬のトレンド、グレーとレッドです。皆さん覚えておいてくださいね。で、こちらの裏地がちょっと派手に遊びまして、そしてグレーとレッドということやったんで、僕はこちらの裏地ワインレッドにしました。みんなもね、かっこいいスーツ着ていろんなとこ行ってください。タバタブラザーズオーダースーツ、ぜひ秋冬モデル検討お願いします。こちらタバタブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。いや、エースでもない。あ、そうなんやけど、いけるんやろ。もういてるいてる。もう若い子は1個下。あ、1個下。左の松林、右の黒岩っていうんだけど、の次ぐらい3番手かなるほどね。でもまあ絶対いるベンチにはいてますよってことね、うん、あ、どうですか大和高田クラブは。就職してみて、大卒から今俺ら29歳やん、うん、7年間ですか。7年間、すごいね。社会人7年目、ガスマン7年目やね。いや、すごいわちょっとじゃあタイムスケジュール教えてもらっていいですか。ああ1日の1日の練習が月水金おお夕方あるんですけど、だから週3やな。週3練習、練習は、はいはい、だから朝、まあ、7時半には会社早いねにいてます。いてる、うん、もうすでにいてるってこと。もう7時半に出社、ね、じゃあ6時半起きやな。6時半起き、うん、で、まあ、会社行きます。はいはいはい、はい、で仕事を、まあ、5時20分までか、定時みたいな感じ。定時まで。仕事はこっち系なんですか、それともこっち系なんですか。営業です、外回りですね。え、こっち系やな。こっち系ですね。なるほど。5時20分で退社するとして、して、はいはい、でそっからまあ、うん、グラウンドへ行きまあ練習する。大体どれぐらいですか練習は。 5時から、まあ、まあ大体みんな集まる6時ぐらいか、うん、からまあ9時ぐらいまで、3時間ぐらい。あ、まあまあ、じゃあがっつり
そうだというか、ノックしてバッティングして9時で終わって帰る。また明日は朝から7時半。でもその日は月水金の流れやからまあ休みと、火曜日はもう夕方はもう終わり、定時で帰宅。今はもうあれですか、ご結婚されてる感じですか？結婚してますね。あ、お子さんもいらっしゃるんですか？子供はい、一人。じゃあもうご家庭もありながら野球も続けながら、うん、っていう感じでやられてると。そう、ね、大和高田クラブはそういった方が多いんですか？やっぱりご家庭持たれながら野球されてるっていう、まあ、やっぱ長い年数やってはる上の方はやっぱり、ね、ああ多いんや。ちなみになんですけど、大和高田クラブに大阪桐蔭の方っています？はい、今大和高田クラブではないんですけど。あ、今はいてない。前までおあの入ってた方はいてます。僕知ってるかな、その方。多分知ってるんちゃいますかね。マジっすか？名前は聞いたことないけどな。名前言いましょうか。ああ、お願いします。藤田元気さん言うんですけど。元気さん。マジか。俺がまあほんまにかなり幼かった方ですから、元気さんって。ああ、そうだよね。そう、同じポジションやったよ。あの俺が下級生の時に。はいはいはい。ほんまに元気さんおらんかったら俺やれてないからな。元気さん、あの、ありがとうございました。その説ありがとうございました。またよろしくお願いします。もう今元気さん上司なんで。あ、直属？もう同じ部署のもうなんなら席もう目の前。目の前。マジか。だから今日のことは言ってます？それとも言ってない？チラッとチラッと言ったやん。言った。あの後輩の田和田ブラザーズ。いや元気さんほんまにあの説ありがとうございました。ほんまにお元気さんのおかげやもんな、あれ今の俺があるのは。まあ、元気さんはほんまに、まあ、知ってるかもしれないけどすっごい真面目な方。ああ、党員でも一番真面目だったから。ああ、そう、あの練習が真面目。ああ、ずっとバット打ってる。いや今も雨の日も風の日も。ああ、仕事でももうすごい真面目。そうな、すごいコツコツ頑張る人なんで。ちょっとあの僕あれから約10年ぐらい経ったんですけど、ちょっと元気さん真似できないっす。僕も真似できません。すいません。すいません。仕事がすごすぎて。元気さんはもうじゃあもう社業専念で、で長崎にまだあの軟式チームあるんで。まだやってんのあの人？軟式ではやる。すごいな。いつまでやんの元気さん。もうええでしょ。もう野球がかわいそうですわ。日本で一番バット振ってるからな。ほんまに違いない。あ、そうなんや。え、山本くんはいつまでやるんですか？今7年目でしょ。7年目、まあ、俺のその経験してきた社会人野球っていうのは、うん、30からがレジェンド。あ、言われますね。伝説レジェンドです、うん、あの人はもう何しても怒られませんみたいな、うん、ただそれを節目に辞めはる方も多いのよ。あ、はいはいはい。山本選手どっちなんですか？もうえ何っていう感じです。あ、そうなんや。まだでもまあ言われへんけど自分の中ではちょっとまあ悩んでる部分もあると。そう、どっちしようかなみたいな、うん、でもまだやれてるんでしょ3番で。一応ね、僕からしたらね、やってほしいけどね。まあでも家庭もあるしな、子供生まれたてやし、まあね、そうなんですよね。うん、確かに両立っていうのは、うん、で僕も偉そうなこと言えませんけど難しいですからね、うん、なんか俺はやっぱり野球すぐやめちゃってるから、うん、続けれる体が動くうちはやってほしい。あーってみんな言うね。そう、出ないと俺みたいな草野球、うん、いつでもできんねんからさ。あ、草野球なんて。そう、今しかできないからね。まあそれでは天理高校の山本選手は今何してるのかというお話でした。いろんなね紆余曲折を経て高校時代の球速には一度も戻ることがなかったという。もう戻れない。もう戻れない。もしかしたらあのポテンシャルを持ってますから何かであるかもしれないですよね。まあまあまあね。ですよね。大丈夫、博士に会わないといけない感じ。え、じゃあもう僕と対戦するにはもしかしたら近いってことですか？また再戦ありますね。ありますよね。ありますね。か、もしかしたら同じチームでやるかもしれないってこともありますか？ありますね。よしよしよし。対戦したいですけどね。対戦したい。あ、いいですね。ここにこう頭かつ。まだ。まだ。ちゃんと血豆作っといてや。ちゃんとな。わかりました。それでは、チャンネル登録とグッドボタン。
よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。